長野とエルフェンの一戦です。さあまず前半12分です。長野鈴木ひな子、このボールを肝付きが落としてシュート。ここも枠に飛ばしたかったですね。そうですね、まあ、本当にね最後はフィニッシュの精度を上げていくという部分もお話ありましたけれども、はい、そういった部分大事になってくるのかなと思います。はい、対するエルフェンは22分ここでユームラが狙っていきます。まあ、ユームラも今日ボールには絡んでいましたね。いや本当に数多くね彼女が関わりながらチャンスメイクしてましたので、本当にね今日の試合に関しても彼女の良さは十分に発揮できたんじゃないかと思います。さあインタビューにもありました滝沢志世の左足フリーキック28分です。まあ、練習しているこの形得点につながればというところですね。そうですね、0対0で後半へと折り返しましたが、今度は53分、エルフェン、この鈴木のシュートクロスバー、これは惜しかったですね。そうですね、ユームラ選手と関わりながら最後ね少し遠目ではありましたけれども、まあ、積極的に狙いに行った非常に素晴らしいシーンだったかなと思います。はい、続いて長野のシーン、まあ、狙っていた鈴木のところから奪って最後滝沢リオに合わせ、これ狙っていた形でしたね。そうでね、そうですね、こう前線でうまくはめ込んでという形を狙っていたというね話ありましたけれども、はい、やはりこういった形をね今後もさらに精度を上げて高めていってもらいたいと思います。はい、2021-22 ヨギボウィリーグ第16節、新長野パルセイロレディスとチフレ AS エルフェンセイタマの試合、0対0でした。さあ少しこの試合得点が欲しかった両チームです。